はい、ヨイタのニュースチャンネルです。地方紙などに掲載された良いニュースや楽しい話題を皆さんと共有していきたいと思います。もし気に入っていただけましたらグッドボタンですが、チャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。はい、以前にも少し紹介しました、この、兵庫県にあります播磨中央公園 の、 この蒸気機関車、かなり老朽化しているということで、廃棄処分という、記事も出ていましたけど、こちらはちょっと明るい見通しが立ったという記事が出ていましたので、関連サイトと合わせて紹介していきたいと思います。はい、まず記事はこちら、神戸新聞ネクストからです。播磨中央公園の SL 大井川鉄道に譲渡へ、ファンの思い尊重する最善策とあります。記事を見ます。播磨中央公園で長年展示されている蒸気機関車が静岡県のローカル鉄道大井川鉄道に移されることになった。車両を管理する加藤氏は老朽化などの理由で撤去する方針を打ち出していたが、大井川鉄道から車両譲渡の申し入れがあった。同社は観光用なので現在も SL を運行させており、市は鉄道ファンの思いを尊重する最善策とし、来春までの移設完了を目指す。2日開かれた加藤市議会総務文教委員会で市が明らかにした。 SL は C56 型機関車で1938年に製造された。運行終了の75年、旧滝野町が国鉄から借り受け、その後同公園に展示された。設置から半世紀近くを経て車両は傷み、市はアスベストを含んでいる可能性もあるなどの理由で維持は困難と判断。所有者の JR 西日本に返還を相談したが、修復と元の場所に戻すことが条件で約1億円の費用が必要とされた。このため市は県に撤去費の支援を受け、2021年の予算に計上していた。一方、今週の市会委員会で保存を望む議員が突然の参加で事前に十分な説明がなかったと疑問を呈した。すでに議会で可決されていたが、市側は撤去の方向性は兼ねとしつつ、様々な対応を考えるとしていた。その後、経緯を新聞報道などで知った大井川鉄道の関係者から譲渡の申し入れがあった。市は JR 西や同社、県と協議を重ねてアスベスト除去や移設の費用などについて調整し、譲渡が決まった。同社は SL を4台保有、現在1台が大井川沿いを運行している。走行できるかどうか現代化では心臓部のボイラーの状態などを調査しないとわからないとしているということですね。ですから、とりあえず譲渡は決まったようですが、そのまま譲渡後にどういうふうに活用するかというのもちょっとはっきりしないような感じの記事になっています。はい、こちらですね、加藤市のホームページ見たんですが、ちょっと今回のことに関しては出ていませんでした。おそらく、そのうち発表はなるかとは思うんですけど、とりあえず今回出ていません。ただ少し前の記事で、資料なんですが、この記事を見ました通り、季節業ですが、そうしたものに関するも触れていましたので、こちらを紹介します。はい、こちらですね、総務文教常任会資料ということで、これですね、令和3年4月4日、今春の資料です。でこれですね、SL の解体撤去について、一図、現況写真とありまして、この解体撤去について面白いちょっと記事が出ているんですが、こちらですね、はい、読んでいきますと、これですね、播磨中央公園の SL は、旧滝野町と旧国鉄が昭和50年3月31日に車両貸借契約を締結し、昭和50年5月から旧滝野町中央公園の横に設置し、展示していたものです。その後、播磨中央公園の整備に合わせて現在のうちに移設され、長年公園内で展示していますが、賃借は旧滝野町と旧国鉄、その後 JR に締結した契約が継続していることから、現在市が管理する施設として旧加藤土木事務所に設置許可を受けている状況です。ということで、今回それでかなり、設置といってもですね、実際こう放置が続いていて、実際によってはですね、定期的にこう縫い直したり補修したりということをやっている自治体もあるんですが、こちらのこう播磨中央公園を見た感じではですね、本当にもう放置しっぱなしだったのではないかなという気がします。もし修復したらすみません。それで今回老朽化したということでどうにかならないかということなんですが、これですね、過去には南とか鉄道から譲渡の申し出があり、その都度 JR 加藤土木事務所と協議調査を行ったこともありますが、申し出者の都合により実現しませんでした。その先方から少なくとも、丸々鉄道どこか分かりませんけど、譲渡の申し出がありということがあったので、どうなんでしょうね、何かこう譲渡費用というか、この状況が思わしなかったか、そういったこともあって、この申し出が辞退したという流れだったのかもしれません。ちょっと黒になっているのか分かりませんけど、ただ今回こう、そういった事実を受けてですね、こちらですね、はい、これですね、展示車両のアスベスト調査表報告書ともに業者に見積もりを依頼したところ、懸念錆を落とし、錆止め塗装上塗り等軽微な補修で約110万円で、これですね、もうちょい行きますと、もうちょっといきます。これですか。これですか。これですね。変換する場合はほぼ走行できる状態にする必要があり、JR の見解は約1億円。で、
解体撤去する場合はアスベスト除去費用160万円を桜田大臣160万円を超え、解体撤去費用で約800万円かかると指摘しました。ですから、もう JR にこれを戻す場合は元通りにしろという、まあ、現状復帰というか、それが一応これはさすがにと思いますけど、ただ撤去するにしても約800万円かかるということだったんですね。まあ、今回その、まあ、そうしたことを含めて、この、こちらですか、播磨町会の場に解体しようということになったということが、まあ、以前ちょっと紹介しました記事に出ましたけれども、まあ、それがですね、今回その記事になったということで、大井川鉄道の方からこう申し出があって移設されることに決まったということです。ですから、その、まあ、元通り走れるようになるかどうかというのは、やっぱりその記事の話した通り、ボイラーの除去をしたいということもありますので、まあ、もし走れないにしても、まあ、それの、移設展示はされるのではないかなという感じはします。はい。でですね、こちら、播磨中央公園、まあ、こんな感じでありましてですね、こんな感じで、サイトがあるんですけど、そのまあ、いろいろゾーンあるそうなんですけど、こちらですね、水辺ゾーンというところのクリックします。これですね、水辺ゾーンの真ん中にこう今この汽車が、蒸気機関車が置かれているらしいです。ただ他のところを見てもこの蒸気機関車のこう紹介がないので、まあ、老朽化しているということもあって、ちょっとまあ、あまり推奨する展示物ではなくなっているのではないかなという感じがします。はい。まあ、とにもかくにもこれがとりあえず大井川鉄道に設置されるという、まあ、あの見通しが出たということは一安心なのかなというふうに思います。はい。ただですね、大井川鉄道のこちらサイトを見ましても、今回のことに関してちょっとアナウンスが出ていませんので、まあ、移設は決まったにしても、まあ、その後 の例えばどういう形で、例えば展示するだけにとどまるのか、もしくはボイラーの状態が良ければこう何て言いますか、その、動かすような形で、移設されるのか、それでもちょっとはっきり決まっていませんので、まだちょっと一安心とは言えないんですけど、まあ、とりあえず見通しが立ったというところかなというふうには思います。はい。とりあえずこちら、今回の記事はですね、この関連サイトの概要欄にリンクを貼っておきますので、興味のある方クリックして読んでいただいて、もしですね、大井川鉄道に、まあ、移設が決まりましたら、こちらの見に行ってみてはいかがでしょうか。もしくは、現在、中央公園のいつ移設になるかがありませんので、ね、名残惜しいだと思う方は今のうちにこう見に行ってみてはいかなというふうに思います。はい。今後もこうした形で聴取などに掲載された良いニュースや楽しみ、皆さんと共有していきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。今回はここまでです。ありがとうございました。